ロミオとジュリエットは、ジョセフライトによって1790年に完成された絵画作品。1790年と1791年に展示され、1839年に、職工講習所で開催された、ダービー展覧会にも出展された。現在はダービー博物館、美術館に陳列されている。この作品には、夜間とろうそくを描くライトの優れた技術が、 現れている。描かれているのは、シェイクスピアの儀曲、ロミオとジュリエットの一場面で、ロミオの亡骸のそばでひざまずいているジュリエットが、足音が近づくのを聞き、自ら命を絶とうと探検を引き抜く瞬間である。対応するセリフは、ああ、物音が急がないと。おありがたい探検が。これがお前のさやそこで錆びて、私を死なせて。 1776年の12月に墓で目覚めるジュリエットの場面を描く提案がライトからジョン・ボイデルに持ちかけられた。ボイデル、シェイクスピア・ギャラリーを所有していた、ボイデルはこの提案を受け入れたが、この作品が原因で両者は争うことになった。ボイデルは取引のあったが形に2つの等級をつけていて、ライトは自分が過等に分類されていることに気づいた。 この作品に対しては300ポンドが支払われる予定であったが他の画家の中には1000ポンドを支払われている者も,もいることを知ったライトは憤慨したこの取引にライトが不服を唱えたのは金銭的なものよりも自分の評判が傷つけられるということが大きかったサミュエル・レーナーによるダービー展覧会ロミオとジュリエットは正面の壁の左側に展示されているボイデルは この点に関して向上で、すでにこの作品は完成していた上に、ライトがシェイクスピアの場面を描いた他の2作品、テンペスト、より穏やかな嵐の場面を描いた、冬、物語を所有していたにもかかわらず、ライトとの取引を打ち切った。このため、ボイデル、シェイクスピアギャラリーのために制作されたこれら3作品の、うち最も優れていると考えられる。 ロミオとジュリエットはライトの手元に残ることとなった。ライトの代わりにジェームズ・ノース・コートが91フィートのロミオとジュリエットの墓地でのシーンを描くことになったのには他の理由があるとも言われる。ノース・コートの作品はシェイクスピア・ギャラリーの観覧客には非常に好評であった。1790年になってこの作品はロイヤル・アカデミー・オブ・アーツで展示されたが、 到着が遅れ粗雑に展示されたために、ライトが満足することはなかった。ロイヤルアカデミーに礼遇されたと感じ取ったライトは、イギリス芸術家協会の展示会に喜んで5作品を出展した。翌年の出展前に、ライトは作品に再び手を加えたが、それでもこの作品が売れることはなかった。この作品は、ダービーの職工講習所でも展示されたことが分かっている。 サミュエル・レーナーが1839年の展覧会を描いた作品にも当作品が描かれている。レーナーの作品から確認できる展示品の多くはジョゼフ・ストラットの収集品であったと考えられている。この中ではダービー博物館の初期の収蔵品となったものも多いがライトのロミオとジュリエットが同博物館の展示品に加わるまでには幾年もの年月を経ることになった。 ライトとボイデルの論戦の結果、ライトの元に止まった。この作品は1801年にはクリスティーズ、1810年にはダービーで売りに出されたが、買い手はつかなかった。初めて売却に成功したのは、ライトの遺言執行者であり、1883年から1981年に33,250ポンドで、ダービー博物館、美術館に売却されるまでは、多く家に所有された。 作品の高さは70インチ、幅は95インチであり、夜とろうそくの光を描き出すライトの有名な画法が用いられている。シェイクスピアの儀曲、ロミオとジュリエットのうち、ロミオの泣きの傍らにひざまずくジュリエットが足音を、聞きロミオの探検を抜く場面が描かれている。ジュリエットが、ああ、物音が、急がないと。おお、ありがたい探検が、これがお前のさや。 そこで錆びて、私を死なせて、と自害の直前叫んだ瞬間を捉えたものである。この作品のほか、ダービー美術館はライトが準備段階に用いたスケッチも収蔵している。スケッチからは、ろうそくによって照らされた壁の締める部分を拡大するために石棺と壁岸が右側に動かされた過程が確認できる。ジュリエットが剣闘士のごとく腕を伸ばす様子は、 見る者の目を引きつけ、ロミオの悲劇的な死は、ミケランジェロのキティオスとの比較対象にされてきた。ありがとうございます。